です。今日スタンフォードブリッジで行われる試合の模様は解説席に堀池匠さんをお迎えしてお送りします。堀池さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なお、この試合の主審はドブロスラフ・ドズムラです。試合が始まります。マケルレ、いい形でゴール前まで持ってきました。つながった、シュート、いやー、紙一重、なんとか弾き出します。コーナーでリスタート、マケルレ、横へ展開をします。マケルレ、マケルレ、予感のあるパスがつながった。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ディフェンスがブロック、コーナーキックになりました。ヘッドだ、なんというシュートでしょう。またペナルティーエリア内でのヘディングです。このままチャンスを作られた、ヘッドで合わせてきた。ボールは枠から外れていきます。本人が思っていたよりもいいボールが来て慌ててしまいましたね。スタンフォードブリッジはここ10年ぐらいでしょうか、再開発が進んでスタジアムを中心としてショッピングセンターやレストランなどが建てられています。観光にも最高のスポットじゃないですか。マケルレ、周りを確認したい。ここで網にかかる、このプレーはオフサイドです。マケルレ、シュートが正確な選手ですが、このチャンスをものにできるでしょうか。さあ、周りを見たい。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。決めに来た。ボールを蹴り出したい。なんとかヘッドで押し出した。しっかり潰す。カットします。いい形ができつつある。キーパーが取ります。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを回してチャンスを伺います。精度を欠きました。つながります。マケルレ、効果的なパスが通る。
このシュートはダメです。入りません。そうですね、ボールをしっかり捉えることができませんでしたよ。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。いい形でゴール前まで持ってきました。マケルレ、マケルレ、これはパスミスになった。ちょっと難しかったでしょうか。どうだ、これはディフェンスが勝った。ディフェンスがクリアします。なんとかボールをクリアしました。今のパスで完全に崩しました。ボールはどうつ、どうなる、 PK です。主審の判定は PKPK です。そしてイエローカードが出されます。一発退場にならずに済んだのはラッキーでした。ネットでもおかしくない当たりに見えましたし、これはイエローで助かりましたよ。落ち着いて打ちました。いいですよね。このパスの先には誰もいません。スローインになります。マケルレ、マケルレ、非常に美しいパス回しです。さあ、スタジアムのテンションが上がります。どうする、危険なエリアでボールを失った。これはいいパスでつながった。入るか、シュートはしっかり詰めている。ボール支配率の状況です。通りました。顔を上げたい。チャンスの匂いのするパスです。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半終了のホイッスルが吹かれましたが、堀池さんいかがでしたか。ゴールは PK によるものでしたが、あれはもう完全に崩していましたよね。いい内容だったと思います。得点を取りに来ました。前線の選手を投入します。いい動きをしますからね。試合の流れを変えるかもしれませんよ。マケルレ、ボールを運びゴールに襲いかかります。クロスを上げた。クロスは失敗。素晴らしい。シュートに行けるか。これはキーパーどうしたんでしょう。投げたボールがサイドラインを割りました。クロスが上がりましたが、結局相手のボールになりました。うまい。固いディフェンスに攻め上げています。どうだ、
に持っていくことはできません。追加点とはなりませんでした。いい形を作りつつヘッドで捉えた。ボールを失った。さあゴールの方向を向きたい。ボールへの寄せが非常に速い。打ってきた。壁を抜けてゴール。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。ポストを狙ったんだとするとすごいですよ。キーパーからのゴールキックに変わります。マケレレ、ここはチャンスだ。カウンターが出るか。マケレレ、繋がった。サイドをえぐって中を見る。クロス来た。ボールを蹴り出します。予感のあるパスがつながった。カウンターアタックを仕掛けます。このボールはタッチを割ります。スローインです。周りを確認したい。ここをどう出ますか。プレーが続きます。中に入れたい。アドバンテージを取りかけてここで決めます。イエローカードでもおかしくなかったプレーです。危なかったですよ。もうちょっと考えてプレーしないと。選手交代です。疲労の見える選手を下げて逃げ切りを図ります。ヘッドでのシュート、キーパーは届きませんでした。リードをさらに広げます。もう止められません。これはもっと入りそうですよ。いやー、これはすごいヘディングですよ。かなり一方的な試合展開です。さあ周りを見たい。パスをこの位置で防ぎます。マケレレ、いい形ができつつある。さあゴールを狙いに行く。ボールを奪いに来ました。狙っていった。オーバーヘッドで決めた。あの動きを表現するにはぬるっとした動きでというのはいいのかもしれません。大量リードを許した状態で再びキックオフです。コースにはディフェンスがいます。つながります。サポートの選手も寄ってきた。パス通りました。顔を上げたい。スローインからゲームは再開です。
この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。チャンスの匂いのするパスでここで打つ。ボールがよく転がっています。いい形を作りつつあります。打った。キーパー反応した。ボールを弾く。セットプレーはどうでしょうか。与えられた仕事は走り回ってこのまま試合を終わらせることでしょう。選手がピッチに向かいます。頭でシュート。可能性はありましたが最後が惜しかった。さあゴールの方向を向きた。シュート。難しいシュートでしたが枠を外れます。試合も残すところあとわずかです。試合は一方的な展開が続いています。つながった。予感のあるパスがつながった。振り抜いた。コーナーからスタートします。両チームのコーナーキック数が表示されています。コーナーのチャンスを生かす。ここでシュート。ゴールゲット。ゴールの予感は完全に相手側にあったのですが決めましたね。そうでしたね。とはいえまだまだ辛い展開ですからね。ここからを大事に戦いたいですよ。意地の一撃といった感じですがこの点差ですからねちょっと難しいかもしれませんね。ダフ。ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。両チームとも積極的な試合を展開して見応えのある好ゲームとなりました。はい、この試合で戦術を確立しようという意欲が見えましたね。それがうまく噛み合いましたね。素晴らしいゴールデンゴールが試合を決めました。実況は私西岡明彦、解説は堀池拓実さんでお届けしました。またお会いしましょう。